世界に羽ばたくナンバーアンダーライン l i ビルボード AD アピアランスの広告戦略がもたらす新しい風。今、音楽業界に新たな風が吹いています。これはただの新曲リリースやコンサートの話ではありません。ビルボードが仕掛けた壮大なプロジェクトナンバーアンダーライン I のビルボード広告が世界各地で人々の目を引いています。 今回はこの広告戦略がどのようにしてアーティストの活躍を支え、さらには音楽業界全体に影響を与えているのかについて掘り下げてみましょう。スペインのサッカー熱は世界的に有名です。特に FC バルセロナのホームスタジアム、カンプノーは毎試合約10万人の観客を魅了します。そんな熱気あふれる場所にナンバーアンダーライン I の広告が掲示されることは単なる偶然ではありません。 試合当日は、サッカーだけでなく、そのスタジアムに足を運ぶすべてのファンがこの広告に目を向けることになるでしょう。この広告の存在は、まるでナンバーアンダーライン愛がサッカーの試合を応援しているような錯覚を与え、ファンの心に新たな興奮をもたらします。広告が掲示されるのはバルセロナだけではありません。ジャカルタ、マニラ、バンコクと、 アジアの主要都市でもナンバーアンダーラインアイのビルボードが登場します。各都市の主要なショッピングモールや交通の要所に配置されるこれらの広告は日常生活の中で多くの人々の目に触れます。例えば、ジャカルタのレードプラザやバンコクのパークパラゴンなど地元の人々だけでなく観光客も訪れる場所に広告があることでナンバーアンダーラインアイの知名度は一気に広がることでしょう。 デジタル時代において SNS やストリーミングサービスの広告は非常に効果的です。しかし、ビルボード広告はそれとは異なる魅力を持っています。大きな看板に掲示された広告は物理的な存在感があり、その場所にいるすべての人に強烈な印象を与えます。例えば、通勤中に目にするビルボード広告は一瞬でその内容を記憶に刻み込みます。 また、SNS 上で見かけた広告とは異なり、実際にその場で見た広告は、視覚的なインパクトが強く、記憶に残りやすいのです。ナンバーアンダーライン愛のビルボード広告が掲示される場所は、単なる都市の一角ではありません。バルセロナのサッカースタジアムやアジアの主要都市のショッピングモールは、多くの人々が集まる場所です。特にスポーツイベントは、世界中のファンが注目する一大イベントです。 音楽とスポーツ、この2つのエンターテインメントの巨頭が融合することで新たな相乗効果が生まれます。今回のビルボードの広告戦略は単なるプロモーションの枠を超えています。これは音楽アーティストがどのようにしてグローバルな舞台で成功を収めるかを示す1つのモデルケースです。特にナンバーアンダーラインイのような新進気鋭のアーティストにとってこれほどの注目を集める機会は貴重です。 今後、他のアーティストも同様の戦略を取り入れることで、さらに多くの音楽が世界中の人々に届くことが期待されます。ここで一つの疑問が生まれます。ビルボード広告は本当に効果があるのでしょうかデジタル広告が主流の今、物理的な広告の価値はどのように評価されるべきなのでしょうか例えば、ビルボード広告を見た人々が、 その場でスマートフォンを使って n、no. ンバーアン Underline I の音楽を検索する姿が想像できます。つまり、ビルボード広告はデジタルマーケティングの一環として機能し、オンラインとオフラインの境界を超えて新たな顧客体験を提供するのです。n、no. ンバーアン Underline I のビルボード広告が世界中に掲示されることで、私たちは新たな可能性を目の当たりにしています。 この広告戦略は音楽アーティストがグローバルな舞台で成功を収めるための一つの鍵となるかもしれません。しかし、私たちはここで立ち止まって考える必要があります。ビルボード広告は本当に未来のマーケティング手法として有効なのでしょうかデジタル時代における物理的な広告の価値はどのように変わるのでしょうか皆さんの考えをぜひ聞かせてください。 あなたは、この新しい広告戦略についてどう思いますかそして、未来の音楽マーケティングはどのように進化していくべきだと思いますかビルボード広告とデジタル広告の融合。ナンバーアンダーライン I のビルボード広告の成功は、デジタル広告との融合によってさらに強化されるでしょう。例えば、広告に QR コードを追加することで、 通行人が簡単にナンバーアンダーラインアイの音楽をストリーミングできるようにすることが可能です。また、SNS でのハッシュタグキャンペーンと連動させることで、リアルタイムでの反響を引き出し、ファンとのエンゲージメントを高めることもできます。このように、物理的な広告とデジタルの力を組み合わせることで、より効果的なプロモーションが実現します。広告の効果を測定する。 ビルボード広告の効果を測定するのは一見難しいように思えますが実際にはいくつかの方法がありますまず広告が掲示される地域でのストリーミング数の変動をモニタリングすることで広告の影響を評価できますさらに SNS 上でのハッシュタグ使用数やエンゲージメント率を分析することでどれだけの人々が広告に反応したかを把握できます これにより、物理的な広告がどれだけのデジタル反響を生み出したかを明確にすることができるのです。広告がもたらす文化的影響。ナンバーアンダーライン I のビルボード広告は、音楽業界だけでなく、文化的な側面でも大きな影響を与えるでしょう。例えば、バルセロナのサッカーファンがナンバーアンダーライン I の音楽に触れることで、スペインの文化と日本の音楽が新たに交差する瞬間が生まれます。 同様に、ジャカルタやマニラ、バンコクの人々も、自分たちの都市で見た広告をきっかけに、日本の音楽文化に興味を持つかもしれません。これは、音楽が国境を越えて人々をつなぐ力を持っていることを再確認させてくれます。未来の広告戦略への提案。今回の広告キャンペーンは成功の一端を見せていますが、これをさらに発展させるための提案もいくつか考えられます。例えば、 ビルボード広告にインタラクティブな要素を取り入れることです。AR、拡張現実技術を使って広告を見た人がスマートフォンをかざすとナンバーアンダーラインアイのライブ映像が流れる仕組みを導入することで視覚的なインパクトを増幅させることができます。また広告キャンペーンを他のイベントやフェスティバルと連携させることでより多くの人々にリーチすることも可能です。個人の視点から見た広告の価値 私自身も音楽ファンとして街中で見かけるビルボード広告には特別な魅力を感じます。特にお気に入りのアーティストの広告が掲示されているとその場所が一瞬にして特別な意味を持つようになります。広告を見るたびにそのアーティストの曲が頭に浮かび自然とその音楽に触れる機会が増えます。このように広告は単なる情報提供の手段ではなく 人々の心に残る感動を与える力を持っているのです。この記事を通じて n o ーアンダーライン愛の広告キャンペーンがもたらす影響とその背後にある広範な戦略について考察しました。今後、他のアーティストやマーケティング担当者もこの成功事例から学び、自身のプロモーション活動に活かしていくことでしょう。 あなたは、どのような広告戦略が未来の音楽業界にとって最も効果的だと思いますかぜひ、あなたの考えを聞かせてください。この記事を通じて、ナンバーアンダーライン愛のビルボード広告の素晴らしさだけでなく、その背後にある広範な戦略や音楽業界全体への影響についても考える、きっかけになれば幸いです。皆さんの意見や感想をお待ちしています。